どうも、コマンチュアル翼です。ですね、活動漁船交番員の気絶した給料について語ります。はい、これが4月13日、公開数が6ですね。出航日が28年4月9日、期間日が29年、3月30日、日数が362日、水揚げ金額は5億3817万円、水揚げ経費が2億4659万円、差し引き利益は2億9158万円、船員歩合が1億1546万円ですね。はい、配当金が652万円ですね。で、日数が362日、時報が 0.9 時報、給料が279万1129円、解禁手当が7万円、反戦補助費が2万円、有給手当が13万9000円、配当金が308万円、支給合計が610万円ですね。家庭送金が77万円、船内貸付金が59万円、魚代その他が31万円、船員保険料が38万円、住民税が分からなくて、船員組合が47万円ですね。で、排除金額合計が、256万円ですね。はい、差し引き支給額が、610万円引く250万円で360万円ほどですかね。はい、終わります。